サッカーをこよなく愛す皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。今日は一体どんなドラマが生まれるのか。もう間もなく本日の主役22人の登場です。親善試合、アメリカ対ナハトグライス、キックオフまであとわずかです。本日のこの試合開始、前半戦が今始まりました。右を守るのがナハトグライフ、左にエンドを取るのがアメリカ。早野さん、今日のこの試合どうご覧になりますか。そうですね、できるだけミスをなくす、これがやはり勝利への確実な近道じゃないですか。このシュートはキーパーの正面でした。シュートが正直すぎました。さあドリブルで上がっていく、これはいけない、ファールが取られます。ナハトグライフ、この位置からのフリーキックで試合再開です。自陣にボールを戻し、もう一度攻撃を組み直します。構わずシュート、ゴール。前半戦も半ば、ナハトグライフゴール正面にボールを叩き込みました。それでは今のゴールシーン、もう一度見てみましょう。ナハトグライフ先制点獲得、これで1点のリードを奪いました。さあ試合が動き出しましたよ。この1点がキックオフで再びゲームスタートです。前に出した、一気に行くか。さあ自ら攻め込みます。さあどこにパスを出すのでしょうか。柔らかなボールタッチですね。さあドリブルで上がっていく、体ゴールラインを割りました。このコーナーキック、点に結びつけることができるのでしょうか。前にパス、構わずシュート、キーパー弾いた、ナイスゴール。前半戦終盤、アメリカ見事にゴールネットを揺らしました。今のゴールシーンのリプレイです。1対1になった時点で決着はついていましたね。まあ日頃からこういう場面もしっかりと練習してるはずですからね。さあ試合再開です。さあどこにパスを出すのでしょうか。最後は誰で来るんでしょうか。パスを出すタイミングを図っています。こういった突破も時には必要ですよ。さあドリブルで上がっていく、お互い一歩も譲らず前半終了です。後半開始を告げるホイッスルが今吹かれました。早野さん、前半戦の率直な感想を一言でお願いします。まあこの点差ではまだまだ分かりませんよ。後半も接戦が期待できると思います。タッチラインを割りました。ボールはアメリカ。これは完全に読んでいた。さあどこにパスを出すのでしょうか。キレのあるいいドリブルですね。ボールをキープしつつ上がります。8番ドリブルで切り込みます。縦パス1本、これはどうだ。ロングパスが出た。さあどこにパスを出すのでしょうか。最後は誰で来るんでしょうか。7番スピードに乗ったドリブルです。野生味あふれるドリブルとはこのことですね。ボインに行った、ナイスセーブ、強烈なシュートを完璧に止めた。サッカーに興味がない人でも興奮を隠せないプレー、その一つがこのスーパーセーブですね。前へ、
さあどこにパスを出すのでしょうか。柔らかなボールタッチですね。ドリブルで攻め込みます。前に送った。ワインデルトナこのドリブルが攻撃の拠点となることができるのか。柔らかなボールタッチですね。これはお見事。キーパーよく止めた。前にパス。さあ自ら攻め込みます。さあドリブルで上がっていく。いった。ヒッゴールゲッ。後半のロスタイム、アメリカ見事なゴールを決めました。それでは今のゴールシーンもう一度見てみましょう。ナイスゴールです。嬉しいでしょうね。ものすごい歓声ですね。ゴールネットを揺らすことはすなわちスタジアム全体を揺らすことなんですね。さあ試合再開。ここで長い笛。試合2対1、アメリカ苦しみながらの勝利です。本日は解説早野宏さん、実況長坂でお送りいたしました。早野さんありがとうございました。失礼しました。それではこの辺でさようなら。